カズミナの祠はこの辺りにあります。ハイラル平原の眺望台から南東です。歩いても良いですが、眺望台から飛んで向かうと早いです。祠に入ると装備やポーチにあった武器などの道具はすべて一時的になくなります。ただし、ウルトラハンド等の能力は使えます。この祠ではリセット技ができます。ライフが削られすぎた場合など、危険な時は一度、外に出ましょう。入り口から外に出ることができます。ライフを見ると回復しています。逃げられるように入り口付近で戦うと倒されにくくなります。右側に武器などが置いてあります。まずはこれらを全部取りましょう。自動的に装備されます。ゴーレムが4体います。障害物に隠れながら敵に近づきます。特に広大のゴーレムには気をつけましょう。見つかると警報で周りのゴーレムに知らせて一斉に襲ってきます。高台の弓ゴーレムに気づかれないように気をつけながら、地上にいるゴーレムから弓矢で一体ずつ引き連れて倒していくと楽です。複数のゴーレムを相手にすると苦戦するかもしれません。最後の広大のゴーレムは弓矢で倒すのが基本です。ただ、広大は大岩で壊すこともできます。ウルトラハンドで大岩を使い、高台を壊すと弓ゴーレムは地上に落ちてきて攻撃しやすいです。ただ、基本は弓で攻撃が楽です。4体のゴーレムを倒すと、先の道が開いてクリアできます。クリアする前のところに宝箱があります。中身はバネ盾です。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。